皆さんこんにちは、野球市丸本です。はい、お願いします。今回はですね、もぎちゃん、はいどうも、翔平 TV です。本日は翔平 TV 今年度初登板の模様をお送りいたします。本日の対戦相手はブルースカイ A さんです。今年は肩の不調のためオープナーになることになりました。オープナーって何と思った方はぜひとも調べてみてください。肩治療の結果どのような投球になるのか、ストレート変化球の質、打者にも注目してください。我々エクスプレスは最強リーグというオープン大会に参加しておりまして、首都圏に所属のチームの皆さん、ぜひとも最強リーグに参加して僕たちと戦いましょう。さあどんなピッチングになるか、ぜひともチェックをよろしくお願いします。1イニングだけです。1イニングだけのピッチング、ぜひともご覧ください。このご時世だからこそ、まずは皆さん翔平 TV のチャンネル登録をよろしくお願いします。まず低め外れてボール。次はストレート高め、ファール。まだまだ、野手にね声かけてる時点で多分緊張はしていませんね。さあお次、はい、こちらカーブを投げてサードゴロ、アウト、ワンアウトとなります。はい、次のバッター、初球ツーシーム高め、ボール。そしてお次、半速球ですね。半速球ストライクとなりました。こちらインコースの低めスライダーとなっております。さあツーストライクワンボールとなりまして、次の1球、追い込んでからのこの球、結構珍しいと思います。そして追い込んだ後8割ぐらいのストレート高め、ボールとなりました。いつもの僕であれば追い込んだらスライダーを投げるんですけども、今回は調整ということでストレートを投げました。こちらインコース低めのズドーンとぐわーっといって、インローのねストレート投げたんですけどね、うまくちょっとちょこんって打たれまして、ファールとなりました。さあこの後の球種なんでしょうか、皆さん当ててください。あれです、あれです。なんとまっすぐ、今日一まっすぐ来ました。もう何回もリピートしたい。今年初空振り三振となりまして、2アウト。多分今日1ですね、今日1。そしてお次のバッター、さあお次のバッター、カーンと打ちましてキャッチフライと思いきや、ちょっと触れて後ろに行ってしまいました。これフェアです、フェアです。慌てて翔平取り行きつつも、はいバットどうぞと。今のねキャッチャー前に出ないでこう待って、ボールがこう返ってくるときに補給して投げた方がいいんじゃないかなと思いました。お次のバッター、4番バッター、ストレートで紙一重でファールとなります。ではあとランナー1塁、ここでまたスライダー、スライダーがちょっとこう、ね、変化がおかしくて行っちゃいました後ろに。精神的に焦ってピッチングが崩れる人いますけど、全く翔平 TV 焦ってません。なぜなら経験があるからです。草野球プレイヤー元君見てますかね、経験です。はい、こちらセカンドゴロとなりまして、チェンジとなりました。初登板オープナー無失点でマウンドを降りました。そしてエクスプレスの攻撃です。3番バッターのり、まさかの
まさかの2アングルでよかった。レフト線でまさかのランニングホームラン。走ります。はい、これでランニングホームランとなります。そしてね、この後のバッターもまさかの4番、トモ。今コロナで大変ですけども、このようにね、収束したら楽しみましょう。はい、2アングルでよかったシリーズ、はい、フェア。まさかの2者連続ホームランとなります。激走。大宮ケンパはこういうことがあるんでね、人のいない方にライナーで打つといいですよ。さあ、回は変わりまして、5番バッターです。シミケ、あ、じゃなかった、中尾選手です。さあ、打ちます。カゲーンと打った、カゲーンと打った打球はまさかのレフトの頭を指で越えて、またまたこれはまさかのスリーラン、ランニングホームラン、スリーランホームランとなりました、内山ティン。そして最終回、ピッチャー水村選手、最後三振を取りまして、しっかり抑えて勝利となりました。はい、いかがだったでしょうか。今回は翔平 TV のピッチングとホームランを打った3人のご紹介でした。今回対戦していただきましたブルースカイ A さん、対戦本当にありがとうございました。またぜひともよろしくお願いします。それではチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。Yeah!